ジョバンニ・プラキド・アゴスティノ・パスコリは、イタリアの詩人、古典学者、サンマウロ・ディロマーニャに生まれる。父は、ルゲーロ・パスコリ、母は、カテリナ・ビセンツィ。聖火は裕福で、十人兄弟の四番目として生まれた。父親は、トルロニアョユ有の農地の管理者であり、一家はその土地で代々暮らしていた。1 8 6七年八月十日の夕刻、ルゲーロ・パスコリは、 黒と白のブッチのメス馬に引かせた馬車に乗って、チェゼーナの市場から自宅に戻る途中、車道の側溝に潜んでいた暗殺者によって射殺されてしまう。メス馬は、そのまま死体を乗せて家まで帰ってきた。殺人犯は捕まえられることはなかった。ジョバンニ・パスコリは妹と、そして二人の弟たちと、悲しく不幸な子供時代を送った。父親は殺され、母親は早くに亡くなり、 続いて、経済的な凋落に見舞われたのである。父親の暗殺は、特に彼の最も有名な死の日。パスコリの最初の詩集、ミリッキーには、不幸な子供時代が影を落としている。1871年、パスコリは6人の兄弟たちと共に、リミニに移る。ここで彼は、アンドレア・コスタと友人となり、社会主義者たちの自由行動に参加するようになる。これが、 パスコリの人生におけるもう一つの転機となった。パスコリは、ウンベルト一世を殺そうとした、無政府主義者、ジョバンニ・パサナンテの逮捕に抗議した結果、ボローニャでごく短期間だが投獄されたのである。パスコリは、ボローニャでの社会主義者の集会に参加しているときに、パサナンテへの唱歌を作ってはみたものの、すぐに破棄している。パスコリは、ボローニャ大学で学び、 彼の死でもありまた良き相談相手でもあったジョズエ、カルドッチと出会う。1882年に大学を卒業し、マテーラとマッサの高校で教弁を取るようになる。妹であるイーダとマリアの住む部屋のすぐ隣に部屋を借り、独自な家族を新しく作ろうと試み、彼が言うところの巣を彼自身と妹たちのために作り上げようとした。パスコリは、 ほぼ結婚することに決まっていたにもかかわらず、結局結婚はしなかったと考えられている。というのも、妹たちとの関係が成熟したものにならず、そしておそらく曖昧のままであったからである。一方で、パスコリは、ビータニューバシと提携し、自分の作品を発表し始めるようになる。1894年に、パスコリは、ローマに呼び出され、教育省で働くよう要請される。 ここでパスコリは、ポエミカンビビエライの初版を出版する。この後、彼は、ボローニャ、フィレンツェ、メッシーナといった都市に住むことになるが、心では常に、自分の出自である農村の風景と体験を忘れたことはなかったのである。1895年、パスコリと妹のマリアは、トスカーナ州バルガの近くのカステルベッキオの一軒家に移る。この家は、パスコリが取った、 文学賞の賞金で購入したものだった。20世紀初期の社会的、そして政治的な創造。1897年から1903年にかけて、彼は、ラテン語を、メッシーナ大学で教えている。そして、ピサに移っている。カルドッチが引退した際には、パスコリは、彼の後を継いで、ボローニャ大学のイタリア文学の教授となった。1912年、 ボローニャでアルコールの乱用からすでに悪化していた肝硬変が肝臓癌となり、これが原因でパスコリは他界した。56歳だった。無心論者だったためカステルベッキオの自宅に隣接するチャペルに葬られた。そこには彼の愛する妹マリアもまた埋葬されることとなったのだった。初期のパスコリの死は単純なものに移る。 特に家庭生活と自然に焦点を絞っていた。しかし、パスコリは当初は実証主義と科学万能主義に傾倒していたにも、かかわらず人生とは神秘なるものだと信じていた。自然の中のつつましい物事のうちに見出された象徴的関連性だけが人間をして一見ただの物事にしか見えない、その事物の背後にある真実の一端をか間まみさせるのである。 パスコリの後期の詩でも同じ主題が扱われるが、しかしその際にはより実験的になっており、彼の持つ古典に関する知識が反映されたものとなっている。パスコリの後期の一連の詩は、彼に続くイタリア詩人たちに極めて大きな影響を与え、彼らもまたパスコリにとってのテーマであった憂鬱さ、物悲しさを自分たちのテーマとして作品の中に取り入れたのである。 パスコリはイタリア語、ラテン語の両方を使用した。また、英語詞の翻訳も行っている。パスコリの作った多数のラテン語の詞は、国際的な賞をいくつも受賞している。1897年には、パスコリは自分の詩の立場について、詳細な定義を発表している。それは、子供の詩論とパスコリが呼ぶものであり、それはすなわちシュリップ・ルドムとハルトマンホンや上の影響を、 感じさせるものであった。パスコリによると、使とは、子供がそうであるように、自分を取り巻く世界に絶え間なく、驚きを乱す能力のことであり、その次に、年老いた者が持つ表現能力と結びついたものなので、ある。古典主義とロマン主義のどちらをも拒絶して、パスコリは、自己分析と、自己中心的なものの見方のどちらを放棄することにも、反対し、死化を通じて詩人が、 自分自身にもたらす半分ほど分別を失った心地よさを支持するのである。パスコリの死には、たとえ直接的な影響をはっきりと示すことができなくとも、ヨーロッパ的象徴主義との興味深い類似性を乱出すことができる。類推と共感覚の幅広い仕様、非常に微妙な音楽性、外国語も自国語に固有の言葉も、そして気温語も自由に用いる言葉遣い、 これらは現代時の言語を確立したいという文学的探求の大きな兆しなのである。パスコリの作品の一部はローレンス・ベヌッティによって英語に翻訳されている。ベヌッティはこの功績により2007年に古典文学におけるグッケンハイムフェローシップを授与されている。2010年にはレッドヘンプレスがパスコリの作品の英訳を初めて出版し、そのタイトルは 最後の船旅、ジョバンにパスコリ刺繍とされた。パスコリは三分随筆家でもあり、またダンテ研究でも知られている。イタリアンポエトリーブック、オジーインに、1906. ありがとうございます。